おはようございます。貢献代表二宮です。今日はまあちょっとせっかくの天気なんだけど、北上岩手北上の株ミーティングにちょっとお邪魔させてもらってます。はい、はいはい、でも暑い中カエルさん、はい、カエルさん頑張ってまるで、まあ、ここはなんか公園なんですか。はい、そう、桜がすごい春は綺麗な有名な名所だというところで、来年は春、はい、桜のシーズン、いいですね、来てみたいなと、うん、はい、まあ、雨降って今日カエルさんは元気だと思うんですけど、確かに、はい、まあまあ続々と、今何時だ、もう間もなく、まだ8時ぐらい、ぐらいですね、うん、続々とこの天気でも集まってきてますので、ちょっと東北の方々に、そうですね、はい、エバテック頑張ってね、はい、宣伝していきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。全部撮っていいって。あ、いいんですか、はい、ありがとうございます。このは、え、冷やし中華始めました。夏なんで。いつから冷やし中華ですか。7月、今月から。今月からです。今月から。その前はやっぱり北海道だよ。本当だ。すごい。ナンバーゾロ目で。ゾロ目で。行かさせて。すげえ。いや、どういうことだ。やべえ。腹減ってきた。うわ、すごい。すげえ、黒霧。白霧。ああ、芋焼酎好き。一応人間的には九州の人間。ああ、そうなんですか。九州なのに北海道住んでて、で岩手で会う。そうです。すごいですね。カブすごいね、やっぱね。偶然ですね、本当に。これは食えない。これは、はい、あの、感じてください。感じてください。はい、でも匂いまで、いや、うまそうこれ。へえ。北海道ではなんか味噌ラーメンの匂い。そうですね。あね、ラーメンもある。あります。へライトついてるの、光ってる、ね、夜光らしてる、夜光らしてる、すごい。あ、味出ますね、味出るね、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。これをまずこれにテントで。結構でも来てますね。結構来てます ね、 そうすね、雨なんだけど。ですよね、うん、ちょっとまあ止んできたっちゃ。そうですね、止んできて、まあ、許容範囲。はいはいはい。でもやっぱ被った人は関係ないっす、ね、みんなタフだから。関係ない、まあ関係ない、ね、このぐらいだったら、うんうん、いやでも逆に涼しくていいぐらい。あ、そうっすよ、ね、かもしれない、ね、そうっすね。まあでも結構来るっすね。だってナンバー見ても北海道とかさ、あ、そうっすね、青森とかいますよね。いや、もう尋常じゃない。ちょっとまあ楽しみになってきましたね。いやいや、もうどんどん来るし、どんどん来るし。いいっすよ。ちょっと朝のね、あの土砂降りでどうなるかと思ったけど、ね、やっぱりみんな東北でかいから。そうですね、もうみんな出ちゃってんじゃん。確かに日帰りなわけないんで、皆さん距離的に。天気がどうだろうと、はいはいはい、来るというところで、まあ、我々も、はい、お答えするべくですね、はい、雨にも負けず、はい、なので、まあ、今日はもう濡れる覚悟で。そうですね、はい、じゃあちょっとまあ時間短いんで、そうですね、ちょっとガンガン行きましょうか、はい、アピールしていきたいと思います、はい、まあ、盛り上げていきましょう。お願いします。よし、おはようございます。横浜から来ました、貢献の二宮と申します。最初のグーだけ、おっしゃ。はい、じゃあ勝った人。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ雨も降ってはいたけど、うん、まあ、そんななんかびしょ濡れになるほどの雨でもなかったし、340なんだよ。そうですね、結構、結構お客さん来てくれて、うん、ただやっぱ東北はちょっと知名度がまだまだ、そうですね、はい、少ないかなっていうところをちょっと感じましたので、ここはね、今後やっぱりもっといろんなイベント参加して、はい、いろんな方ともっと触れ合ってファンを作っていきたいなと
はい、思っております。お願いします、はい、どうぞ今日の主催入ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。株町ルマンの佐藤です。お疲れ様です。で10回目今日は、はい、おめでとうございます。こんな天気で324台のアジトが迫ってくる。いやいや、すごかったですね。晴れてたらもうちょっと来るの、あんま関係ない。いや、晴れてたら収集がつかないぐらい。あ、今年もうだんだん台数増えてきてる。はいはいはい。あんまりその洋品店も今までなかったし、うん、そんなに正直行ったことがなかった。そうです、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。また来年よろしくお願いします。ありがとうございます。次はまだ未定ですけど、カブのイベントはどんどん出たいので、まあちょっとこれ見てる方で主催されてる方いらっしゃったら、ぜひコメントでもメールでも電話でも声かけていただければ、はい、ぜひ来たいと思います。よろしくお願いします。で、まあ決まってるのは奈良。そうですね、奈良株、まあ、でも秋田とかもちょっと気になりますし、秋田も今年終わっちゃったんで、そうですね、あと宮城の角田がもう一回今年やるかもしれないので、はいはいはい、まあ、東北はもう一回ぐらいもしかしたらあるかもしれない。そうですね、はい、引き続き、はい、引き続きよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。